また風呂入ったらみんなが近寄れるぐらいのくぼっちになれるから、うん、いや覚えてもらうんで困るよね、忘れちゃってたら、うん、靴下とパンツと、うん、でハニーちゃん今出てきてもらう、うえ10個出すかい、10個誰、流れちゃう、あ、ジュマちゃんです、10個、はい、誰、ジュマちゃんあります、そう、10個出すかい、倍出してジュマちゃん、そろ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 倍出して、全然出ない、10個出すか、出てないじゃん倍が、ジュマちゃんそろそろ出す、豚ちゃん1本ないっす、ジュマちゃん10個ですか、ハニちゃん来てからすっぴんだけいいよ、うん、気をつけて来てね、交通費出すからね、うん、交通費出します、うん、お金は任せて、うん、何とかするから、飯食ってる、喜ぶかね、どうだろうね、あの子はさ、あれじゃない、なんか自分でさ金出してまでさ銭湯行くような子じゃないじゃん、俺たちの勝手なこのね、このなんていうかな、介護というか、うん、そうね、あんまり出しゃばってもね、うちらが、うん、何今日本気で探す気ないのにもう発見されてから行くとか、はなんで俺が悪いみたいじゃん、あのさね、イベント12時からじゃんね、しかも俺配信外で探してたのよ、あの僕のツイート見てる人だったら分かると思うけど、僕ね今日ねパチンコ打ってたんだけど10時に切り上げてね、2時間配信外で探してたので、腹減ったから焼肉ライクで飯食ったの、探してんの2時間配信外で、ほんで配信外でドンキホーテ行って1万円分ね、洋服と靴下とパンツとクロックス買ってんのよ、ねえ何も見てないじゃん、あなた345さん何にも見てないじゃん、配信外で努力してるから、うん、でハニーちゃんと電話してたりしてたから、ずっとハニーちゃん今日来れるって、お金出すから来てって、燃料代だけしか出せないけどって、10個ですから、あつけちゃうんです、10個つけちゃうんですか、いい10個出すかい、うわファンタスティック、お前がお前がアナブスティックビリケンさんそんなタップはおつけちゃいないとやってけないと、つくらすくいそりゃ10個、あーおつけちゃう、なんか倍出なくね、ファンタスティック1回もで倍出てない、ファンタが倍出てない1回も、10個、5個、5個らすくい全然出てないね今日ね、おつけちゃん5個、うわ10個2倍、これ1本だぜ、いや1本ないっす、ファンタが1回も倍出ないんだけど、おつけちゃん、ちなみちゃんもねえ、一回も出てない。おつけちゃん5個出すかい。5倍。一回も出ない。ラスコイ。一回も出てないんだけど、おつけちゃん10個。6個。14個出ない場合が、10個ラスコイ。はい。6個ラスコイ。15個ラスコイ来る。全然出ないじゃん、これ。どうなってんの、これ。10個ですか、全然出ない、9個ずらすけど、ずらすけど出ない、奇数5個、おかしいねこれ、上さんガッと5倍出た、これおかしいで、一回も倍出ないファンタスティック、嫌になっちゃうね、ファンタスティック、お前がお前がアラブ席をビリケスマスさんまさにトップ、あつきじゃねえってやってけないから、10個5個
うーわ、全然出ない。舐めてんのこれ。10個、誰も刺さんないじゃんこれ。10個ラスコイ、10個5倍ラスコイ、粉毛しか倍つかないっていうね。全然つかない。なんで10個ラスコイ、なんでなのこれ。9個ずらしてくれてるけど、11個とか20個5倍、やっと出た、やっと出た、やっと出た。うん、レンチャンか、違うか。20個ラスコイクール、15個ラスコイ、4個ラスコイ、11個ラスコイ、なんで出ないのこれ。クール、15個、おかしいねこれ。クール、15個、全然出ないんだよ。なんで出ないのこれ。ハンター1回も出ないんだけど、ふざけてないこれ。うわ、ロケットスタート決まってる、決まってる、強すぎ。クレーン全然出ないね。うん、とりあえず俺公園行った方がいいの、公園行った方がいい。5個5倍、ゾウさん出た、みほちゃんナイス、25個ナイス、ふわかぷありがとうね。クレーン出ないのこれ。あ、帰りたそう。何帰りたそうって、時間がない、どういうこと、待ってる。いちごしかない、ごめんね。いいよ、よけちゃいいよ。なんで帰りたそうって、バトンタッチ、娘さんが帰りたそう、娘さんが一緒、帰るみたい。バトンタッチ、なあちゃんがここに作る。いちご、いちごです。うん、はるさんがね、うん、あ、いいなあちゃんがすごい。いちご、30分待ってる。うん、いちごミルク、うん、他のハイエナが来るぞ。ん、娘ちゃんがせいちゃんに会いたい。俺に10個10倍ラスコイ。お月ちゃんです。あ、ゾウさんの出んの、お月ちゃん、これもしかしてゾウさんなのこれ。ゾウさんなの。10個ラスコイ、ファンタ来た、ファンタ来てない、10個10倍でファンタってことね。来た来た、ファンタ来てないべ、ファンタ来たの、絶対嘘、ファンタ来てないよ。見逃してる、誰が、俺が、何のファンタスティック。うわ、ゾウさんファンタスティック来てる。お前が、お前がアラブ席をビリゲスはそもそもお月ちゃんにやったってけ。うわ、15個ラスク、15個ラスク、見逃してた、来てた、ストーン、ストーンだったね、ストーンって。うわ、お月ちゃんナイス。うわ、投げしが政治行けって言えば行くのにな。いや、そんなことないですよ。うちの投げ師さんはね、あのラジコンしてこないから、うん、この人に何言っても無駄だと思われてるから、うん、大丈夫っすね。行くよ、じゃあ行けばいいんでしょ。行くわ、じゃあ。うちの投げ師さんはそう言わないよね。うん、番になりそうなことだったらたまに言ってくるよね。せいちゃんアカウント、まと、あの、守っ って、やめて、6個20倍ラスコイ、ジュマちゃん、来た来た来た、20倍来た来たわ。行くか、久保山、酒は足りてんの、酒は。うわい、200個ラスコイ、金目が、月ちゃんです。
酒は入ってんの。豚が、豚とゾウさん出るね。うわ、グレート、うわ、豚ファンタスティック。お前がアラブ石油ビリゲスのそもそもトップワン、ちなみちゃいないとやってけない、お姉様50個出すこい、グレート、うわ、豚ファンタスティック来た。お前がアラブ石油ビリゲスのそもそもトップワン、ちなみちゃいないとやってけない、うわ、2倍だよ、20倍じゃないのね。お前がアラブ石油ビリゲスのそもそもトップワン、ちなみちゃいないとやってけない、うわ、惜しい。うわ、ファンタスティック。お前がアラブ石油ビリゲスマソーマセトップワン、ちなみちゃんにやってきない、ファンタスティック。愛してるよ。お前がアラブ石油ビリゲスマソーマセトップワン、ちなみちゃんいないとやっていけない、これ。ファンタスティック。でねー、20倍。ちなみちゃん601個。先切らしてる？マジで？すごいっしょ、うちらマジで。あのね、投げ下に向かってこいつって言ってる？ 384NG ね。失礼だな、君は。なんだこいつって、誰に言ってんだお前、バカじゃない、帰れ、ムカキンが。ねえ、素敵なお客様のことこいつなんて言いやがって。ねえ、タダで見てるくせに邪魔くさいね。ほんと嫌だね、そういうの。ほんと失礼しちゃうね。即風呂ね即風呂ね、そういうの見せないからやめて、気持ち悪い。何、人んちの素敵なお客様こいつ呼ばれちゃう、困っちゃうよね、嫌になっちゃうね。タッケーだね、タッケー。よし、行くか、呼んだか、俺を呼んだか。ステッカー欲しいって、ステッカーはあるのか、俺を呼んだか。服はまだ持っていかなくていいか、服は持ってく、兄ちゃん来てからでいいか。服も一応買ったんだ。長くなりたいな。なあ、お風呂入れて着替えさせて、でスナック行くやろ、カラオケかスナック行くやろ。ほんでホテル行くやろ。はい、1個5倍、ありがとうございます。お尻が痛そう、悪化してる。カプセルです、10個です、これ豚汁。あ、ピーちゃんですか。ヘアカップです。もぞもぞしてる、またずれ。2個出す、来い、ありがとうございます。5個出す、来い。あ、のあちゃんです。こんばんは、どうも、せいじです。こんばんは。あ、娘ちゃんね、
こんばんは。おお、にゃおき、にゃおき、会いたかったよ。にゃおき、元気だったか。元気、うん。今日ハニーちゃん来るから。うん、お風呂入ろう今日。うん。ね。うん。ね、綺麗なの今日は。うん、ね、ハニーちゃんだから。会いたいでしょ。うん。十分汚れたでしょ。うん。ね。よし、綺麗にしたろ。洋服も買ってきたから、うん、靴も汚れてるろ、うん、新しいの買ってきたから、うん、サンダルも、うん、ね、うん、全部綺麗にしたろ、丸洗いしたろな、うん、よし、ありがとうございます。いい、本当見つけてくれて。たまたま来たら、うん、あっちのあのなんだっけ、杉薬局の向かいにある駐車場で寝てたんですよ、うん、で、思わず、ああ、ありがとうございます。つなげれてよかったです。娘ちゃんね、あ、かわいいじゃない、娘ちゃん。いや、はい、何歳なの？あ、じゃあ、指で教えて、指で、うん、あらららららあらららら、好きなの、せいちゃんが。はい、あらあらら、彼氏はいないです。あれあれ、お父さん、いただきます。いや、それちょっと厳しいです、ね、娘さんをいただきます。ダメですか？ちょっと厳しいです。ダメですか？はい、すごい可愛いじゃない。顔見して、ちょっと。いや、顔見して。やめときます。ダメ。一瞬だけ、一瞬だけ見して、一瞬だけ。いやいやいや、ダメ。やめとく。みたいなんで、そのせい。ステッカー持ってる？持ってない。娘は持ってないですね。じゃあ、あげるわ。ありがとうございます。まずじゃあ一枚ね、これと。これと。これと。ありがとうございます。三種類あるから。たらこ。はい、ありがとうございます。こっちにあげよう、ステッカー。欲しいじゃん。欲しいじゃん。うん、これ。うお。恐ろしい。前はいいっすねって言ったの。やっともらってくれたね。やっともらってくれた。いらないっすねって言われたね。あ、来てくれた、ハニーちゃん。ハニーちゃん来た。あ、ハニーちゃんって呼んで。ハニーちゃん。あ、こんばんは。じゃあ、あとよろしくお願いします、うん、じゃあ、ちょっと綺麗にしちゃうね。はい、よろしくお願いします。ありがとうね、ハルさんね。いい、また来てね。また来ます。また探してくれる。今日ほんと動物車でたまたま見つけれただけで、はい、コインパーキングにいたの。こっちの杉薬局。誰が見つけた？娘ちゃん見つけたの？いや、春さん、駐車場探してたらいたって感じです。 どっちが第一発見者？あ、春さんね。すごい大仕事してくれたよ、はい、ありがとうね。気をつけて帰ってね。ありがとうね。おやすみなさい。じゃあどうする？うん、覚えてる？つぼち、うん、元気やった？うん、よかったね。どこにいたの？あっちにあった。あっちにあった、うん、ほんと。コインパーキングでしょ、10番でしょ、10番、うんうん、あそこ車来るから危ないで、うん、車入ってくるとこやで、うん、車が車が入ってくるとこだから引かれるで、あんなとこ寝てたら、うんうん、じゃあどうする？とりあえず車乗るか。車乗れる？うん、うん、乗る、うん、ね、なんかさ、聞いたんだけどさ、くぼっち好きな人いるの？うん、誰で、うん、誰が好きなの？うん、誰が好きなの？うん、ハニーちゃんじゃないの？うん、ハニーちゃん好きでしょ？うん、本当？うん、私なの？好きな人って？うん、本当？片思いしてくれてるの？うん、本当？本当に？うん、ありがとう、うん、
久保地寒くない？うん、足寒くない？寒いやろ、靴下も買ったで今日、うん、靴下履かねえもんな、うんうん、靴下パンツも買ってきたで。なんかさ、小さくなったんじゃない？ちょっと痩せた？痩せたような気がする、うん、あ、ちょっと痩せたかも、うん、今日中村にいたの、うん、中村？中村区？中村いたの？炊き出し行ったの？中村区ってだいぶ遠いで。今いくら持ってんの？こっち。今ね。うん。3000円だったかな。3000円？なんでそんな持ってんの？うん。なんでそんな持ってんの？あったんで。あったんでね。あ、ハルさんくれたの3000円。マジか。じゃあハルさん来なかったら0円やって。0円。あ、違うんだ。中村行ってないんだ。どこに3000円入ってんの？袋がちっちゃな。袋ちっちゃなってますやん。これだけしかない荷物。うん、嘘やろ。うん、あのシマシマのバッグどこやったん？うわ、生で入れてるわ。嘘やろ。うん、生で入れた？ゴミと一緒やんそれ。うせや。うわ。久保山、うん、ダメだぞそれは。うん、なんでポケット入れないの？うん、それポケット入れなきゃダメだね。おー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 大丈夫？ファンタスティックお前がお前がアラブ好きよ。ビリゲスパスオーマーサとめめちゃんに言ってたっけ。お財布どっか行っちゃった、うん、本当のこと言って、うん、お薬持ってない今、うん、チーカーの毛布どこやった？白の毛布。確かに毛布どこやった？毛布、毛布、俺があげた白い毛布、うん、捨てた？うん、これ、うん、それじゃなくてそれじゃなくて白い毛布、チーカーの毛布あげたやん。ああ、広いやつね。うんうん。ないね。ないね。うん、ないね、うん。どこやっちゃったん？あれ4000円もしたで。うん。4000円。うせやろ。うん、ほんま？あのしましまのバッグは？そうだ。どこやったバッグ、うん、なんでこんなグレードダウンしてんの、うん、こんなんグレード落ちてるやん、うん、装備が、うん、防御力なくなってるやんちょっと、うんうん、なんでなくなって取られた、うん、ないの、うん、最後どこ行ったか分かんない、うん、どこアジトがあるんじゃないの、うん、俺たちの内緒のアジトが、うん、くぼっちゃアジトが、うん、ないの。とりあえずじゃあどうする？ホテル行く？ハニーちゃんち行く？どうする？ホテル行く？ハニーちゃんとホテル一緒に行って金出すから入ってきて着替えてもらう、うん、一回、うん、ハニーちゃんこの辺ホテルある？わかんない。ない？わかんない。わかんない？探すか。じゃあホテル、ハニーちゃんとラブホテル入るか何もするなよ、うん、反応させるなよ大丈夫か、約束してくれな、うん、うちの大事なリスナーさんなんだよ、うん、手出さないでくれよ、うん、追ったたないでくれよなあハニー、ハニーな、大丈夫だね、うちの大事なリスナーさんだから、うん、行く、うん、行こうか。じゃあとりあえず俺車にさ、あれ服買ってあるやつあるから、はいはいはい、とりあえずクリックボッチのカンカン、うん、入ってんの、うん、服持ってくるわ、うん、どこ止めた車、うん、その辺止めた、うん、誰乗った、うん、違う、これ誰乗ったの、ご飯は食ったみたいね、
カプセルあるやつ。車そこいた？パーキング？あ、そこに、うん、あ、止めた。じゃあちょっと待っててくんね、ここで持ってくるわ俺、はい、で、ここでちょっとお話してて、うん、ちょっと持ってくるわ。見にくい、見にくい、どこがいい？でも、待っていい、くぼっち言ってきた方が、うん、ちょっと待っててね、はい、で、くぼっち、たまにズボン脱いだりするからそれだけ気をつけて、はい、無料アイテムお願いしますって言って、無料アイテムお願いします、うん、だって無料アイテム、無料アイテムお願いします、だって無料アイテムお願いします。あ、いっぱい来た、うん、ただ、うん、もらったらありがとうだよね、うんうん、ありがとう、わ、ありがとう、ありがとう、わあ、すごいいっぱい来てる、うん、ありがとう、うん、あ、ありがとうだね、うん、こもち今日さ、うん、暑かったね、うん、桜見た？うん、どこで見た今日？うん、なんかあったね、うん、ここか、どこだった？すいません、うん、どこで見た？うん、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 あっかんね、ここ、うん、あっ、ここ、あっちんところ、うん、うん、あっちんところで見たんだ、うん、私も今日ね、うん、お母さんの写真つ、写真とね、お母さん亡くなったでしょ、私のお母さん、うん、前手合わせてくれたでしょ、うん、お母さんの写真を持って、うん、いろいろ桜見に行ったよ、うん、うん、あとね、うん、あとね、うん、どこの桜が綺麗やった？桜ね。うん。ね。うん。どこだったっけね。うん？どこだったっけね。どこだったっけね。飲まない？うん、飲むの？うん。この桜が良かったかな今日、うん、でも今さ鶴舞公園さ、うん、人がいっぱいなったけど、いっぱいって聞いたけどさ、うん、くぼっちはさ、うん、鶴舞公園の方行った、うん、今日行ってない、うん、行かんかった、無料ください。うん。無料お願いします。あ、早っ、うん。早いね、せいちゃん、おかえり。よし、じゃあ行くか。あれ、ちょっと待って、お茶飲み。あ、頼む。買ってきたと。これが久保山スペシャルだ。持っとったろか、うん、溺れてるも、うん、大丈夫、あ、新しいクロックスだ、あ、いいじゃん、アクティブギアだ、ね、めっちゃ溺れてる、うん、アクティブギア、うん、幅広、めっちゃ喉乾いとるやん、あ、これ、あ、すごい、いい服じゃん、スウェット、裏肝、3XL だ、3XL、
これはキモ。かわいい、かわいい。ロンティ。靴下。ションペンパーカーだ。かわいい。ションペンパーカー。ボーチ早いなの。お酒をあとパンツ。お酒やめとく。うん、これで多分、綺麗になる。お風呂入ったら、これに新しく着替えたら。これはいつ着るの？それはいつでもいいよ。あ、じゃあこっちを着せればいい。うん、こうやって話してたいわ。ダメだ、汚いから。え？洗うぞ、全部。洗うか。もうこれもダメだな、汚すぎる。気持ちいい。うん。綺麗になろう。うん、もうさ、洗えばさ、ワンチン良くない？洗えるかこれ。ダウン洗えないだろ。ダウンもういらないんじゃないか。ねえ、もうもったいないもん。うん？もったいないもん。ダウンいる？返してていいだろ、もう。もったいないよね。いらんよな。いらんよ。まだ寒い？うん。汗かいてんじゃん、だって。めっちゃ日に焼けたんじゃない？うん。ずっと歩いてた？うん。床屋も行かなきゃダメだな、明日。うん、確かに、私もそれも思った。床屋行くか、明日。うん。じゃあ、風呂入ろう。行くか、うん、行こっか。おいで。自分の荷物は自分で持てれる。大丈夫、よくらせ、お次どこ。ケツ痛いんか、また。うん、ハニーちゃんちまだ薬ある、うん、ない。え、違う、くぼっち持った。持たした、うん、絶対ないよな、うん、ゆっくりでいいよ。あ、やだやだやだ、ここに落ちるよ。わあ、千円札飛び出てる。持ったろか。千円札飛び出てる。持ってた方がいいよ。絶対落とすわ、金。湿ってる。うん。湿ってるね。湿ってるって。落とすから持っとってあげるね。これはどうすんの？ここ置いといていいの？うん。つがどんどんなくなってったりするね。うわー、ちいちゃんありやす。うわ、何これ。ちょっと袋持って行ったるわ。ちょっと待って。なんだこれ。すげえ、新しいアイテム。うわ、何これ、いちごのお城出てきた。うわ、ちいちゃんです。毎日脱皮してる。毎日ブリンバンバブリンバンバブリンバンバボン、ブリンバンバブリンバンバブリンバンバボン、トゥダラトゥダ一番上。行こう。お前全部生身で？すごいファンキーな香りするわ。くぼっち。リュックもない。It's on me, it's on me, yeah 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 yeah. ブリンバンバン、ブリンバンバン。ファンキーだな、くぼっち、うん、すごい匂いしてるで、うん、くぼっちくん、うん、綺麗になろう。こっちこっち。すごいファンキーだな。こっち車来たらちょっと危ないから、こっち来て。大丈夫だ。これに入れよっか。自分で入れて。自分のことを猫ってあげるから、自分で入れて、はい、自分で入れて。
今日風呂の日。着替えも全部買ってきた。準備万端。そう。何日ぶりだ？2週間ぶりぐらいか。1万円以上かかるからね、これ、この企画ね。ホテルも行くから、この後2、3万かかるね。自分で入れなあかんよ。結構かかる。プラチナプラスしかできない企画だね、これは。皆さんのおかげで、くぼ地が綺麗になります。無料アイテムお願いします。皆さんのおかげです、ね、大須に来たらくぼっちって近寄ってっても臭くないようにしますからね、僕たちがね、ハニーちゃんと2人で共同作業で頑張ります、ほとんどハニーちゃんがやるんですけど、ハニーちゃんにありがとう言ってくださいね、皆さんね。大丈夫です。ねえ、洗えないね、普通ね。今日ちょっと娘っちが花粉でだるくって、家はちょっと無理ですね。じゃあ、はい、ホテル行きましょうか。どっかホテル。どうしようかな。頑張ってる。ね、自分のことは自分でね。ホテル行こうか。どこ行こうかな。あ、なんかすぐそこにあるけど、いくらか知らない。わかんない。なんか高そうな感じがしたけど。そう。いいよ、払うよ。わからんから。できた？ただ自分の足元置いときゃ。自分で開けて。おじさんじゃないですかね。アリちゃんです。自分で10個ですか。高いか。どういうだから。娘さんいる。その娘は家では母親は夜中で歩いてるのか、NG です。成人してるんでね、大きいんです、柴田、お疲れ様です。すいません、私もおしゃべりしちゃうんで、口にちょっと貼りますね、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、シートレスするから。そう、かわいそうに私独り言が多いから。寒くないですか？セージ。2万ぐらい落としたらダメ。2万ぐらい。お預かりしました。領収書だね。領収書ね。領収書って言えば、領収書って言えば、はい、心配書って。心配書の領収書。ちょっと待って。すごい目にくるね。ファンキーじゃない。あ、虫来た。虫。くぼっち、虫連れてきた。虫が飛んできた。虫飛んできた。虫連れてきたの？こっち虫連れてきたの？ダメだ、喋っちゃう。こっち虫が来た、いきなり。あ、もうないテープが。何テープ？だって私おしゃべりだから。いいよそういうの。
だって独り言多くなっちゃうから。いいよ、いいよいいよ、取れるからどうせ、うんうん、いいって。独り言が多いから。マスクしろよ。マスクとか関係ない、独り言が多いね。喋ったら、うん、とりあえず探していいですか。うん、探そう。ハニちゃんち電波悪いしな。確かに。アイテム来た。ごめん。誰？誰だ？何だったアイテム？ピーちゃんか？ピーちゃん。あ、エリちゃんね。エリちゃん、10個ですか。エリちゃんです。目がかゆい。この3人で明日よっさんの生存確認行くから。え？よっさん？よっさん、茨城まで行く。風呂入って、綺麗になって。よっさんがね、1週間半開けて、2日3日、何にもツイートも配信もしてないから、3人で行く、茨城まで。え？海側から。茨城。私の仕事は？こっちも。休ませる。10個のスコールありがとうございます。あー、エンサーです。うわ、グレートアレス。グレート、ああ、うわ、イケメンのエース来た。 TikTok、うん、めっちゃすごい。山沢です。山沢、ありがとうって手振ってくれた。山沢、いいんですか。ありがとう。してくれてありがとう。そう、配信できない。50個グレートエンサーありやす。グレート、うわ、20倍になる。グレートです。よっさんね、ワンちゃん死んじゃってるかもしれない。後ろにいるよ、こっち。ビフォー、車内はすごい匂いで包まれてます。とてつもないファンキーな香りです。私は大丈夫。今ツーンと来てるね。来てる、結構とんでもない匂いしてます。窓を開けないと、とてもじゃないけど耐えられない匂いになってます。奇抜な匂いですね、すごい。おしっこの匂いが強いね、今日は。アンモニアの匂いが強い。うわぁ、黒目が10個ですか。お姉様です。免疫…免疫らへんの方がいいのかな。目がね、結構アンモニアがきつい。おもらししてる可能性あるね。アンモニアの匂いがすごい。大丈夫、おむつ積んでるから。おむつある、うん。すごいね、すさまじいね、アンモニア。あの理科の実験室でアンモニアの匂い一回嗅がされたことなかった？ない？ない、ない、ない。え、ない？俺嗅がされたことあるよ、普通にアンモニア。リトマス試験紙にさ、あるよね、その匂いで。スーッ、ってーって。あるよね。ない。ないの？ない、絶対嘘。じゃああれはありました、あのカエルの解剖。カエルの解剖あったけど、あんま覚えてない。私休んだもん。アンモニアと、なんだっけな、なんだっけな、なんかリトマス試験紙、なんかちょんちょんってつけなかった。なんか色が変わるやつ。私も授業中で、なんだっけ、出てないから分かんない。アルカリ性と酸性と、なんかあったよね。スポイトでさ、垂らさなかったっけ。なんかビーカーになんかこうつけなかった、色変わらなかった。リトマス試験紙あったよね、リトマス紙、
やめてあげてじゃねえんだよこの野郎お前。鬼がもやめてあげてだよお前。伝わんねえだろお前、匂いがこれ言わねえと。バカかてめえ、587てめえ。NG 列とこの野郎お前。見せねえぞてめえ、これ何やめてあげてだよ。ガチレシつくんじゃねえぞクソババこの野郎。ババアかてめえ、この野郎。あの、愛知からです。たけ587帰れよお前。見えとるんだ全部。 NG 入れるよお前。何やめてあげて、お前がやめてる。なんか謝れよおい。587てめえうるせえんだよ。一応メール。あ、ちょっと待って。なんか競馬のさ、ジョッキーみたいな勝負服みたいになってね、これバックとシートベルトで勝負服になってんじゃんこれ。ルメールじゃねえんだから。そこだ。え？明日 G1 だからね。明日久保地に予想してもらうから。明日なんだっけ？競馬 G1。久保地競馬明日やろう。ね。一攫千金だその3000で。20万にするぞ。桜花賞だ。明日桜花賞ね。久保地。競馬やるよ。競馬。さあ、久保地の予想、大予想、久保山馬券、3000で勝負だ。明日荒れるかな。ルメール怪我してね、肺に穴が開いちゃったってね、落馬して、うん、ね、久保地よく知ってる。どうなったかねあれ、うん、どうなったの。久保地何でも知ってる。これでいっか。うん、いいよ。休憩で入ってきて。休憩。もちろん。休憩で。いくらなんだろう。え、高くない？いくら。いいよね。2時間でいいよ、ショートタイム。久保地、お風呂入ろっか。うん。おう、ごめんなさい。どうした？後ろに人がいた。いたの？すみません。通ります。すみません。すみません。よっこらせーのせーいち、よっこらせーのせーいち。ここならさ、重いからな。うん、しょ、どんきらで、そのいらなくなった服のゴミ袋ある？いらなくなったの？その今着てる服を入れる袋。ゴミ袋は積んであるよ。ある、そこにそれ入れちゃうか全部。うん、いらなくなった服。それ着ないだろそれ。ダウンは取っといた方がいいんじゃない？ダウンいるか、綺麗になるんだぞ。新しくするんだよ、うん、服。なんか縛っとけばいいや。うん。これさ、電気なくてもいける。あ、いいよ、いいよ。バッテリー上がっちゃうから。うん。ごめんね、うん、ぼっこいから。領収書が回ってきて。領収書くださいって言える。くださいって言うの。へぇ。もらったことないの。もらったことないよ。領収書くださいって。じゃあ、お預かりします。うん、ちょっと待ってよ、こっちちょっと待ってね。うん。忘れん坊だから私。携帯持ってって一応。もちろん。うん。そう、桜花賞。明日ね。こっち降りるよ。こっち綺麗になってきて。髪の毛も3回も4回も洗って。4回ないよ。うん。シャンプー全部使う勢いで。こっち降りようか。うん。待ってよ。ぼっち、これ先に行かんとあの人たちに取られちゃうからね。そうだよ、今混んでるからね。早く行かないと。あ、取られちゃう。え、女の子2人？違うよ、男だよ。ロン毛なの、ロン毛だよ。見なくていいんだよ、その人んちは。アベックなんだから。今から気持ちいいことするんだから。ぼっち、入れる？うん。あ、
せいさん、これちょっと3000円買っといてください。ちょっと乾いてきた。うん、降りて。降り行かないよ。ラブホテル 3P になっちゃう。ダメだ。うん。こっちの荷物も持ってきて、ほかるから。ハニーちゃん、今カップルがさ、カップルが出てきたよ、今、受付から。今入ってった。いっぱいなんじゃない、ハニーちゃん、いっぱいかもしれない。今出てきたで。待ってるようだな。待つようだな、待ち合い室で。こっち、それ置いてき。それ置いてった、おいで。それ置いてき、それ。うん、置いときな、外。外置いときな。寝袋まで外もいっぱい。待ってたら開くんじゃないの。ダメ、ショートで。どんぐらいで開くか聞いてみ。泊まり料金になっちゃう。嘘やん、ショート入られへん。無理。どの夜だからダメ。深夜だから何時今？ 1 時か。閉まっちゃったね。俺もしかしてさ、俺自分で開けたらこれファンファン鳴るやつじゃない？これファンファン鳴る。これ閉まっちゃったね。出れないやつ。これ車からロックかかっちゃったね。これファン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 鳴るで。これ多分大丈夫か。これハニーちゃんなんで閉めたん。これカンキンじゃん。これビジホ行くでもいいけどね。ビジホ狭くない？風呂綺麗にできなくない？狭いっしょビジホ。こんばんは。違うホテル行く。2キュッパだよ。ショートタイム安くない？2キュッパで風呂入るんだで。ショートダメか。とりあえず今清掃なんで。清掃、うん。で5000以内で。うん、5000以内。5000以内。うん、いいじゃん。で今喋った領収書もらえる。うん、いいじゃん。うん、うん、とりあえず今清掃中だからお2階に入って、うん、待っててください。なんで閉まるんこれ。これ持っとってじゃん。持っとくわ。何これやだな。なんでなんか押してんのボタン。いや違う、反応するの。勝手に一応閉まるの。ポンコツちゃんだけど一回いきなり閉まっちゃう。うん、近くにいると。くぼっち行こうか。5000以内。ショート2時間わかんない。だからもうなこの時間から入っても、うん、4380円。うん、でいいじゃん。それでいいやん。くぼっち行こう。それ持ってかなくてよくない？それ持ってく？違う違う、寝袋。あ、違う方持っていっちゃってるわ。違う方。寝袋の袋持ってちゃう。違うよ。自分の新しい袋が入ってる袋持ってくんだよ。それで、あの、他ってこよ。本箱に。ね。寝袋。違う、それ持ってくるんだよ。シーメーで自分で。そうそうそう。じゃあ行ってき、お風呂行ってきます。こっち綺麗になってきてね。お風呂行ってきますって。お風呂行ってきますって。お風呂行ってきます。お風呂行ってきます。うん、綺麗になってきてね。ね、ひげ剃りあるかな。あるんじゃないですか。あるかな。剃れる？結構長いから気をつけてね。うん、泡いっぱいつけて。ね。うん。自分でも洗ってね。うんうん。うんうん。じゃあ行ってきます。バイバイ、うん、行ってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。してバイバイして。バイバイ。またね。じゃあハニーちゃんとごゆっくりよ。ごゆっくり。ごゆっくりね、うん、自分で言っちゃったよ。ごゆっくりって。
赤くなっちゃった。めっちゃ痒いんだよね目が。ごゆっくり行って3人で行くわけねえだろお前。あのラブホテルの中で配信できないから無理だから。性的な配信で落とされるから無理なんですよ。配信がまずできない。うん、バンになるから、うん、素人なのアウトだから、うん、当たり前だ。200回ぶつえ黙れたけはいこんばんは。カプセルお願いしますね皆さんね。カプセル、うん、兄ちゃん全部お任せ一任してるから KCP だから。 KCP くぼっちクリーンプロジェクトね。 KCP、うん、ありがとうございます。反応しちゃうかもね今日も。うん、いい感じだね。ジャジーだねこの BGM がね。うん、うん、ラブホはねダメだよ。ラブホ落とされるね普通に。ワンチャンバンになるかもしれない。アイテム来たよ絶対。嘘本当？何の？あ、10個です。あ、お姉様来てた。テロップ変えてる時に来ちゃった。うん。美人いい感じでしょ。こっち最近何したの？知らない。俺が聞きたいぐらい。何してるか分かんない。いつもね。うん。ワンちゃんなんか二人でいかがわしいことしなきゃいけないね。大丈夫でしょう、うん、あのまずパチスロ、パチスロ勝ったって言ってる人いるんだけど、ツイートを見たんでしょ僕のツイートを。僕結果も載せてるからね、ちゃんと見てください、うん、全てわかるから。僕がだって何も知らない人がいきなり勝ったって言ってるってことはおかしいから、見てるわけでしょツイート結果載せてんのにさ、勝ったとか言ってんじゃねえよお前バカ野郎。お前最後に見ろよてめえ。情弱か知ってて聞いてるのお前。ふざけやがってなめてんのマジ。カプセルあれやす、うん、でその後一人で寿司食ってでドンキホーテで買い物して今に至る。でハニーちゃんも実はね、裏で連携取ってました、うん、これもうね11時半ぐらいにねもう KCP 始まってました。プロジェクト動いてました水面下で。今日はちょっとハニーちゃん来れるって、うん、ちょっと服だけ買ってくるわと、うん、だから早いでしょ動きが。もう1時間以内にもうお風呂ね連れてってるから段取りいいでしょやってます。うん、プロで今日ハニーちゃん家行けるかつって、今日無理っぽかったらじゃあホテル行くかって、うん、すごいでしょ。素晴らしい実行ですけど、もうお時間取らせませんよデンチャリです。うん、当たり前だ。見つからなかったら見つからなかったで、とりあえず4時間頑張って探そうかなと思って、うん、簡単に見つかったっていうか、もう見つけてくれたリスナーさんがいて、で配信しててくれて、その子もその娘ちゃんと一緒に来てて、うん、早いでしょハニーちゃん。もう準備しといてって言ったの。12時から今日イベントだから12時からやるからって、来れたら来てって、
あいよって悪いねって、うん、ハニーちゃんも会いたがってたから、クボッチ好きだから、うん、うわー、ドリームイチゴ、お前がアラブ席をビリゲストソマサトップワン特命さんいないとやってけない、どん作らすか、イチゴはまだこれあれなの、やってるんだイチゴ、確認するのにちょっと時間かかるよねこれ。あー、レレちゃん、レレちゃんです。ああ、まだイチゴあるんだねこれ。14日まで、長っ、14まで、あ、そう、14日までセクシー、ふわカップありやす、イチゴ心すっごいミオンちゃんやす、ボーナス中にありやす、なあちゃん、お、ボーナス中10個ミクちゃんありやす、なあちゃん、あ、いちごみちになっちゃったなこれ、1になっちゃったこれ、いちごも10個、いちご、アミオンちゃんです、今日結構さ、昼間いろんな人が沸かしてたね、見てたけど、パチンコ打ちながらね、10個ラスク頑張ってね、あ、ミクチャリアス、ね、機長さんがあの花見行ってね、ドラ猫さんと、あと誰だっけ、牧内と山田くんと高志がね、沸かしてたね今日ね、うん、10個ラスク、あー、ありやす、てんちゃん全部ともに応援する、うん、そう、バルブレイブ設定6座ったけど、もうね7000枚出てる台座っちゃってたらしくて、後で気づいたんだけど、その後に打ったんだけど、すぐあの V が3つ揃ったんだけどダメだった、すぐ終わっちゃって、うん、あの名古屋来てね4回パチンコ打ってんだけど、全部負けて4連敗して1回も勝てない、あのしかもあの若宮のキング観光、あの訳して若金、若金で1回も勝ってない、マルハも言ったけどね、そう、7000枚出た後に座っちゃったらしくて知らなかった、で隣にお兄ちゃんがさ、これなんでさっきの人辞めたか迷ったんですけど、ね、僕思ってたんですけど、あの絶対やめない方がいいですよって言われて、あ、そうなのっつって、うん、そうじゃあやめないっすって言って、おめでとうございますって言われて、設定6っすって、マジっすか、何 M ハゲが何、誹謗中傷目的のミラー配信してるって本当なの、本当なの、誹謗中傷目的なの、それはあかんで、誹謗中傷目的のミラーはダメだで、それはあかんで、ほんまにしてんの、誹謗中傷してんの、それはあかんで、うん、ミラーしてんの、音声、うん、ちょっとトゥーホー行って、ちょっとトゥーホー行ってくれる、誹謗中傷目的のミラー配信で、それはあかんな、
うん、手入ってちゃった。つまんねえ男だなこいつも、ほんまにな。これ遠隔入れてけばいいんか、こいつ、こいつらに。うん、遠隔はかどるな。遠隔がクモッチがかわいそうとか。業者の方ですか。はい。どちらの業者ですか。はい、業者っていうかあのあれですね、カップルがあの今部屋に入ってて、僕3人で来てて、2人、3人で入れないじゃないですか。3人で入れますよ。入れるんですか。はい、あの3人分の料金がかかりますけど。あ、そうなんですか。で待ってるんですよね。あ、3人で入る分にはただ、でもすぐ終わるからっつって待ってるんですよね。料金はもしも。あ、そうなんですか。え、 3P できるんですか。あ、全然何人でも入れるんですけど。あ、そうなんですか。その分はお金いただきます。あ、でも入っちゃった下もプレイ始まっちゃってるんで。先ほど入られたの。そうですそうです。まだ入ってないですけど。あ、入ってないです。清掃待ちなんで今。あ、そうなんですね。あ、一応待ってます。あ、分かりました。はい、3人だとあれなんで。いや、どこどちらの業者って言われちゃうか。うん、通報しました。ありがとうございます。うん、気まずいね、待ってんの。入れるんだって、3人分。どういうこと？ 3 人分ってどういうこと？どうやって割るの？ 4,980 円の3人分ってこと？ 4 キュッパをまず2つで割ってそれを3かければいいの？かける 3?1.5 倍ってことは？ 4 キュッパの 1.5 倍ってことはいくら？ 7,000 ぐらい。6,500円。リリー、すごいよな、ハニーちゃんな、全部きれいに洗ってくれるんだよ。すごいよな、とてもじゃないけどできないよな。好きじゃないとな。できる？皆さん、くぼっちを綺麗に頭とかお尻とかおちんちんとか。おちんちんはさすがに自分で洗わせたかな。背中とかさ、頭とか顔とか首とか無理やんな。相当すごいよな、ハニーちゃんな。うん、できねえ。うん、すごい、ハニーフラッシュ。遠隔ブロックしてる、してる、するよ、全然するよ。うん、気持ち悪いよね、ずっと見られてる。好きなんだろうな、多分。海の家にでさ、あの温水シャワーとか出るやつが欲しいよね。どっかにね、すぐさっと500円ぐらいでさ、綺麗になれるとこがあればいいね。深志村の人が言ってたな、島が言ってたな、なんか安く無料でお風呂が入れてコインランドリーがあるって。絞るだけだけど、乾燥機はついてないけど、あるって言ってたね、なんかね、ボランティアで。どっかシャリで15分ぐらいのところで、うん、コインシャワーっての、うん、そう、無料でお風呂と洗濯できるところ。あ、虫が入ってきた。
久保地が連れてきた虫が。そう、菜の花みたいなとこだったね。野の花だっけ。うん、島な、捕まったからな、逮捕されちゃったから実刑だわ。あんなもう 2,3 年でこれ臭い飯食ってるわ。湯の花だっけ。うん、でも一人で洗えるかつ洗えねえかね、あの子ね。補助がいるよね。洗えないんだあれ一人で。捕まったよ、あの刃物振り回した後藤さんっていうあの生活保護者みたいな人に。シュプリームの帽子かぶってナイキの靴履いてる僕とね一個下だっけな、僕の一個上かな、43。後藤さんのことね、いつ捕まったっけな、もう1週間ぐらい経つかな。うん、1週間ぐらい経つ。最大これ23日、まだ分かんない。でそのね刃物振り回した動画があるんだけど、それを撮ってた人が人物がいるんだけど、その人にちょっと後で深志村に潜入してゲットしたいんだけど。あ、うんこしてる、嘘でしょ、うんこ、うんこしたかったん、嘘やろ、うんこしてくれって言ったの、下痢、嘘、下痢か、もぞもぞしてたっけ。あ、お茶いっぱい飲んでたね、ごくごく言ってたね。うん、アル中は年中下痢。3本一気飲みした、嘘やろ、そんなに飲んだの、おかしくない。え、 1.5 リットル飲んだってこと、一気に、うせやん、喉乾いてんの、そんなに、何でそんな飲むの、500ミリリットル1本だけ、500を3本、どういうこと、500を3本で 1.5 リットルやんか、それ。糖尿か、糖尿になっちゃった、脱水症状来てる、やばいな、それは、それはやばいね。何でそんな飲んでんだ、病院連れてく、汗かいてた、何でそんな飲むんだろうな。今お風呂食べてる、 OK、お金なかったみたい、だから言ってるやん、だから俺を探せって言ってるやん、誠司さんどこにいましたって。逆に聞き込み調査しとけよ、大須で、誠司さんに会いたいですって。6円だった残金、うせやろ、水分取らなかったの、ちっちゃくなってた。泣き出しあの子行かない、行かないね。500一気に3本飲んだのびっくりした。コアラのマッチ食ってた、糖尿病か、出し情報わかんないよね。でも頭に入ってるって、うん、
くぼっちね、まだ匂いがすごいな、車の中すごいわ、くぼっちの匂いするわ、すごいわ、残りが布団は外に出してねえのか、入ってんのか、布団が乗ってるわ、だからだ、布団が、寝袋が入ったままだ、だからだ。3月14日誕生日、そうだよ、あれいつ入ったっけな、お風呂最後。うん、寝袋も新しいのするか、これ捨てるか、高いんだよな寝袋、5000円もするんだよ、高いんだよな、カラオケの前買う荷物な、なくなってる、うん、いやアンモニアのやつ、アンモニアのツーンと、あ、アムちゃん1個です、コインランドリーは洗えねえだろこれ、無理じゃねえか、チーカの毛布なんかどっか行っちゃったって、なくなっちゃったって、酸っぱくはないけど、なんだろうな、なんとも言えない、10円玉の匂いかな、10円玉が濡れた匂い、うん、わかるかな、クレヨンとかそっち系、油の匂い、人間の、うん、鉄の匂いというか、まあそんな感じですね、鉄の匂い、鉄が濡れた匂い、濡れた10円玉みたいな、わかる、なんとなく、10個です、10個、あ、ミルチャリです、チーカーの毛布どっか行っちゃった、ツーンとした、10個です、イルチャーニアス、4週間前最後に入ったの、そんな前だっけ、4週間も入ってないの、そんな経つ、最後に入ったの、そんな経たないでしょ、2週間ぐらいじゃないの、あ、島がなんで刃物を振り回したかって、後藤さんっていう人がね来てたんだよ、で、うーん、深島でね井戸端会議やってたんだよ、井戸端会議ね、みんなで8週間前か、でメンバーがね世良さんでしょ、アムロいたかな、多分アムロと浅井さんと後藤さんと、この後藤さんっていうのはたまに来る人なんだけど、生活保護みたいな人、働いてるっつうんだけどもらいタバコしてたから浅井さんに、まあ金ない人なんだけど、4人で井戸端会議したの、たわいもない話して盛り上がってた、そしたら島が来たんで、お、楽しそうな話してんじゃねえかって、島が行くでしょその談笑してるとこに、そしたらみんなで、あ、島が来たっつって、移動したんだって、ちょっと離れようでっつって、それを見た島が後藤さんだけロックオンして、おいてめえって、なめてんのかお前、俺が来たからってよ、なんでそんな逃げんだよお前、気分悪いじゃねえかこっちはって、仲間外れかお前、いじめかこれから激高した島が包丁持って後藤さんとこう脇締めて、こう手をこう固定してね、こういう状態ね、脇締めて刃物持って、これで早歩きしてきたんだって、で後藤さんがビビって逃げながら自分のスマホで110番通報で逮捕、うん、
なんか仲間外れにされた感が嫌だったのか分かんないけど、お前が被害妄想だね、後藤がお前言ったんだろうって、みんなにあっち行こうぜって。そう、それで捕まっちゃった。スマホ持ってる後藤さんは結構いい格好してんだよ。シュプリームの帽子でしょ、で迷彩のスウェットっていうかセットアップで、結構きれいめのナイキのスニーカー履いてんで、イヤホンしててね、アップルの古いで、浅井さんにもらいタバコもらってて、その人が通報して逮捕で、その一部始終を撮ってた人がいるんだって、動画で。その人にちょっと接触したいんだけど、うん、後藤さんもちょっと怪しいけどね。もともと因縁があったらしい、仲悪いらしい、しょっちゅう喧嘩してるらしい島は、うん、島はね、いろんな人に嫌われてた。炊き出しメンバーのサポートチームにも嫌われてた、うん、割り込みしてくるんだって、炊き出し一番前に並ぶんだって、後から来ても。で2周も3周もするんだって、うん、なんか厄介なんだって、いろんなところで揉めてんだって、島って。うん、そう、そう、もう悪いことすんなよって言ったんだけど、ダメだね、うん、刃物で人を脅かしちゃった。うん、で浅井さんとかに聞いたら、島が捕まったことに関して一言お願いしますって、寂しいですかって言ったら、全然寂しくない、うん、ニコニコして、全然寂しくない、うん、せいせいするわみたいな、捕まってくれてよかった。もうね、自転車のなんかねパンクとかもさせるらしい、人の仲間のね、深島村に置いてある自転車とかなんかうさばらしでなんかいたずらすんだって、うん、ほんと嫌だったって。あんなやついらねえって言ってたね、めちゃくちゃ嫌われて、うん、出て行った時怖えぞって、後藤さん、島が絶対恨みがあるから出てきた時後藤さん狙われるよって言っといた、ガチで刺されるよ次はって、恨みあるから、お前のせいで臭い飯食ったじゃねえか、うん、逆恨みくるで、後藤さんの家バレてないけど深島に来てる時は危ない、もう来ない方がいいんじゃないですかって言った。で警察から何か連絡ありましたって言ったら、何もないって、何日までいるとか捕まってるとか、うん、そう、デリヘル嬢ってさ、車の後部座席乗るから分かりやすいよね、デリヘル嬢。どこ連れてくかな、綺麗になったら。どこ泊まる、車中泊させていい、ベンツで車中泊、それか茨城行く、上層行く、よっさんの生存確認、うん、生存確認行く、どこ連れてく、
生きてないだろ、死んでるよ多分。何立ってるって、誰が立ってるって、クボッチが立ってる、何立ってる、座ってるとか立ってるっていう表現、どこが立ってんの、どこが立ってんの、テント、嘘でしょ、ニャオキのニャオキが立っちゃったの、あ、でもそれはメディカルチェックだから元気な象徴だね、健康面見れるからね、それでバロメーターだから、うん、それはいいことだと思うね、うん、うん、あ、イキリストークでハニーちゃんが録音されてる、守って、ボキ山ってこと、健康だね、うん、素敵なことだよ、はい、こんばんは、どこに泊まるか、うん、NPO 法人連絡いいよ、全然いいよ、入れて、何をしてんの分かんないけど、何を通報するのか分かんないけど、とりあえず通報って言えばいい、うん、通報、何を通報するのか、うん、何、なんかいけないことしてんのかな、意味ないよな、全然、何を通報されるのか分かんない、ホームレスをいじめてるとかだったらあれだけどね、綺麗にしてるだけだからね、何を通報かね、全然するでいいよね、触れない方がいいよね、あえてね、うん、今来た、僕がね今日パチンコ行ったんですよ、3万円入れて1万9000円しか返ってこなかったです、バルブレイブ打ったんですけど、で隣のお兄ちゃんがなんか V3 つ揃ったんですよ、ミッション成功して、なんか普段揃わないやつ揃って特化ゾーン入ったんですけど、それすごいっすよってやって拍手されて、みんな見て見てみたいな感じで、なんか乗り打ちなのか分かんないですけど、軍団で来てて、軍団の一人が隣に座ってくれて、僕あの初めて打ったんですよって、分かんないんですよねって、すごいんですかって、これすごいっすよで始まって、おーやばい、めっちゃはずいじゃんと思って、みんな見に来たんですよ、その軍団の人が、それやばいっすよこれ、これ6っすよこれ、やばいっすやばいっす、さっき7000枚出たんですけど、なんでやめたのかなって思ったんですけどね、僕もつって、やめちゃったんですよね、さっきさせたやつが、うん、で隣左隣の人もなんかすげえ大のなんか特徴とか説明してくれて、うん、これ揃ったら強いっすとか、でこの、うん、準備中にレア役引いたら熱いっすとか、なんかいろいろ教えてくれて、でなんか隣の人も超なんかパリピの人でグータッチとかしてきたんです、俺は V 揃った瞬間にこう、やばいっすこれっつって、熱いっすとか言って、
うん、でその人4000枚出てたのね、右隣の人4000枚で、隣の人も3500枚ぐらいかな出てて、これ絶対やめない方がいいっすよって言われて、これ6っすよ、絶対6っす、7000枚出てるしまだ出ますよ、あの期待値、期待値まだありますっつって、絶対やめた方がいいっす。でどん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 金もこう吸われて、もういつ出んだよと思って、3万円目見て、で3万円目に入った瞬間に出たんですけど、1500枚、あこれでトントンだと思って、でちょっと飲まれてやめたっす。で1万1000円負けたっす。そしたらね、もう隣の人が気づいていなかった、軍団とかで帰る時になんかこういう握手求めてきて、お疲れしたっつってグータッチで、で俺トイレ行ったらその軍団の人が外で集まってワイワイやってて、6人ぐらいで喋ってた。うん。そう。バルグレでも出し切っちゃってる設定6だから、7000万も出ちゃった後のバルブレイブ出ない。波は来たけど、1000枚の波が2回ぐらい来たけどダメ。うん、AT 機じゃないかな、 A タイプじゃないかな、 AT でしょあれ、出ないね、波が来ないと時間がない。うん、そう無理だから9時半ぐらいにやめたのかな、もういいわと思って、取り切んないわと思って、出たとしても意味ないわと思って。で結構ね今日出してたね、朝から打ってればいい台取れたかも、両隣4000枚。うん、そう僕も全然わかんないよバルブレイブ、よくわかんない、 V が3回なんか取れればいい、 VVV ってなんか特化ゾーンがあってよくわかんない。うん、そう一撃の出玉すごい、だからあのね666っていう数字になればいいんだよね、ビッグ中ね666っていうかホールドとかなってゲーム数がロックされて、でどん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 666に近づいていって、で V が取れて、でまた VV でよくわかんねえ俺も。うん、いきなり1000枚出たよね、いきなりワンビッグでなんか666枚出てよくわからん。うん、もう打つことはないだろうと思って、つまんない。うん、でねあそこね駐車券なんですよね、駐車券なくしちゃって焦ってどこに落としたんだろうと思って、これ駐車券なくなったら出れねえのかなとかいろいろなんかパニックになってきて、それどころじゃなくなって、もう打ってる間に駐車券のことばっか考えちゃって、あれどうすんだろうとか店員さんに言った方がいいのかなとかってずーっと打ってて、あれどうしようどうしようと思って、とりあえずトイレ行くかと思って、トイレ行く通路に休憩所があって、休憩所のソファーのちっちゃいテーブルがあるんですけど、そこにぐしゃぐしゃになってる駐車券見つけたんですよ。あれと思って、これ俺のかなと思って、で女の人が座ってた、女の人に聞いて、すいませんこれってお姉さんのですかって言ったら、あ違います、あじゃあこれ俺のかもしれないですねつって、見たら時間が3時とかだったから、あこれ俺だっつって、俺のだっつって、うん、見つけた駐車券、不服も支給。